はいどうも。今回はスタン、白タン吸血鬼を使います。プロツアーで蜂にしてたやつですね。マリガンなしでキープ。まずはアダンと設置してトークン生成。相手タップイン処理ですね。2ターン目土地置いてアタックのみでエンドです。召使い登場、キバナガよりはマシかな。軍団の征服者出して残り3枚をサーチします。手札重いので、希釈して土地引く確率が上がるのがありがたい。殴らずエンドです。ならず者の生成や。でエンドですね。マーブレンを出して2位で殴りに行きます。トークン出るし、相打ってもスルーされてもいい。しぶきあったら攻撃前に打つだろうから、しぶきは持ってないですね。生成矢と相打ってエンドです。つむじ風の巨匠が追加。土地置いてエンドですね。征服者2体目を追加。それから空渡りも追加。殴ってもそんなので殴らずエンドです。地方探求者、ブラスカ。マイナス軌道でマーブレン破壊されました。束縛でいきなり追放しに行ってもいいんですが、先に殴りに行って、巨匠とエネルギーを浪費させられればなおいいですね。殴ってそのままブラスカ落とせるならそれで良いし。空渡り以外の3体でアタックします。アダンと変身で1マナ確保。これでパンプ使っても束縛打てます。2体生成、エネルギー残り1になりました。パンプして巨匠を一方取ります。戦闘後にイクサランの束縛でブラスカ追放。メインじゃブラスカ以外にエンチャ割れないでしょうし、この試合ではもうブラスカ使われないでしょう。そうであれば2枚目以降の束縛の強みが増しますね。栄光をもたらすもの、通常だとめんどくさいやつですが、束縛2枚目あるのでむしろアドが取れそうです。バニ特例で除去したいようなやつが出てないのもいいですね。6点もらって残り17。早速束縛でブリンガーを追放します。相手手札4枚あるし、封印効果も効きそうです。残り1マナで新たに引いたアダントでトークン生成。2対3点パンチしてエンドです。逆毛ハイドラを盤面に追加。巨匠にエネルギー使わせたおかげでそんな強くないです。
キバナガも追加。エネさん状態なら大丈夫。ブリンガーも封印したし、天使を出して場を固めます。能力はトークン生成で、このデッキだと天使にプラス乗せることがほぼないです。横に並べた方が強いデッキなので、ここ、22飛行は殴った方が良かったです、に転損した。チャンドラ登場、プレインズウォーカーいろいろ積んでますね。マナを生成。空渡りがいるから天使焼きに来れないみたい。キバナが2体目追加。さらにもう1体。エネルギー1個になってかなり楽になりました。砂漠使って無理やりチャンドラ落としに行けますけど、そうまでして落とさなくても中精度1にすれば、天使落とされないし大丈夫でしょう。通常ドローとチャンドラプラス両方火力だったら困りますけど、そんな引きされたら諦めるってことで、そうされてもまだ負けってわけでもないですし。ということでパンプなしで飛行4点、チャンドラ殴ります。チャンドラばかり気にしてましたが、マーブレンは先に出した方が良かったですね。トークン1体分損してます。征服者3匹目を投入。先兵を追加。マーブレンは次のターンに回します。チャンドラプラス、森追放で2点もらいました。これなら OK。このデッキ、ライフは後で取り返せますし。今度こそマーブレンを戦闘前に追加。飛行2体でチャンドラに攻撃。ついでに先兵で本体パンチ。他は留守番で。アダンと変身忘れてた。あまり意味ないけど今トークン出してマナ使いましょうか。一応立ててあるのを残します。ブロックされたので4ライフで破壊不能付与。チャンドラ落とせました。返しで天使落とされなければ罪です。ここで相手投了。再度行きましょう。さて再度です。高根不都合がよく効きそうなので2枚入れます。プレインズウォーカー多かったし、追放除去もいるってことで、4マナ剣多くなりすぎないように2枚だけかな。3マナの追放除去は外します。あともう1枚は何を外しますかね。マーブレンにしましょうか。モニュメントの方がいいかな。やっぱ高根もう1枚追加。その関係で生物多い方がいいってことでマーブレンじゃなくてモニュメント外しで、まだ1枚多いですね。高根やっぱり2枚で、これで2本目いきます。マリガンなし、キープします。相手1ターン目タップイン処理。こちらは軍団の上陸でトークン生成。相手にマナ構えてインド。とりあえずアタックで1点ドレイン。まずミミックから入ります。指定は吸血鬼。基本吸血鬼指定です。たまに戦士指定したりもしますけど。キクレイナズマでミミック焼かれました。相手3ターン目も構えてインド。トリマアタックでドレイン。
軍団の征服者を出します。マナ駅通り出し土地費期待しってことで、征服者に聞くれい、相手除去ハンドですね。征服者ならいくつ除去されてもあまり痛くないのでオッケーです。3枚サーチしてインド。チャンドラ着地プラスで本体2点。よし、土地引けました。ブラスカ見てるので何か嫌ですが、素直に束縛しときます。そのまま返してプラスでアド取られるのも困ります。相手5マナでも構え、順調に土地引けてますね。ひとまずアタックします。先兵を追加。征服者2体目を追加。これでインドです。征服者にしぶき、追放されました。最後の1枚はブラスカでしたか。マイナスで束縛破壊。相手生物いないし、ブラスカ先兵で落とせます。むしろプラスされてた方が困ってたかも。1本目で束縛複数枚見てるからできなかったんでしょうね。プラスして返し束縛だとチャンドラ残らず丸損ですから。ひとまずブラスカ落としつつチャンドラ忠誠度減らします。戦闘後征服者3体目を追加。そして格納庫の整備士も追加。能力で上陸をバウンス。リキャストしてトークン再生成。チャンドラプラス、今日はめくれました。そのまま撃って土地サーチ。沼ですね。それから木花がを盤面に追加。沼セットして相手手札0枚です。返しでチャンドラ落とせば、こっちまだ高根不要あるしほぼ詰みかな。全員でチャンドラにアタック。アダント変身。キバナがパンプして征服者撃ち取られます。でもチャンドラ落とせました。引いてきたモニュメントを追加。征服者追加してもいいですが、ここはアダント構えてインドします。このマナなら起動できるし、征服者は残り3マナ以下の時とかに出します。栄光をもたらすもの、高根あるので大丈夫。特例なしで2体ともパンチ。キバナがパンプ。さらにもう一回。ではアダントでトークン生成。キバナガをチャンプします。高根で相手生物を除去。
これでさらに不都合あるって言うんだから、アドの取り方がえぐいですね。フルパンで7点。戦闘後に征服者を追加。これでインドです。ここで相手投了、対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。さすがはプロ仕様と言うべきか、フレリーグですが5例できました。内訳は、スール対エネニ1、ティムールエネ2例、4色マリオネット2例、ティムールエネ2例、4色エネルギー2例、でした。負けたのはスール対に人質取り連打された時だけですね。整備士複数枚引いた時に人質取り出されて、ほぼタダで生物持ってかれました。その後のサイドで3マナ除去も含めて追放除去積みまくって勝てました。エネ相手に高魂4枚は積みすぎだってその時気づきましたね。むしろ4枚入れるような相手いるのかな、恐竜とか同系でしょうか。このデッキの最大の強みは安定性だと思います。単色でほぼ3マナ以下の呪文で構成されてるため、初手7枚キープ率がすごい高いです。さらに征服者でデッキ薄めるので、土地22枚でも順調に伸ばせます。上陸やモニュメントがマナ加速になるのも大きいですね。エネルギーデッキ全般に有利取れる素晴らしいデッキでした。これ使えば1ターン目調和見てもうんざりしなくて済みます。それでは今回はこの辺で。また次回。ご視聴ありがとうございました。